はい、どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回もね、えー、どん底から這い上がる言葉のシリーズでございます。まあ、これは私がね、あの体験したことでもあるんですけども、あのー、今回のキーワードは、あの体験という資産はなくならないっていうことですね。まあ、これそのものを私が体験しました。えーとね、お金を稼いでも、お金はいつかなくなっていくんですよね。で、いろんな人と出会っても、人はいつか去っていくんですよ。 で、自分が不動の地位を築いたと思ってもそれはいつか過ぎ去っていくんですよね逆にすごく恵まれない状態とか悲惨な状態にあってもその状態っていうのは必ず変化するんですよもっと悪くなるか多少改善するかだと思いますけどね、まあ、このように全てのものは移ろっていくんですけどもずっと積み上がっていくものがあるとすればそれは体験なんじゃないかなと思うんですよ1年過ごして2年過ごして3年過ごし5年過ごす 体験だけは減らないですよね。体験だけは増えていくんですよでそれが最強の資産になるんですよ。私が全然お金がない頃とか毎月100万以上の赤字を垂れ流していた頃その体験っていうのは今こうやって情報発信ののための資産になってるんですよね。過去の体験が私の情報発信の資産になりそこから売り上げっていうのにつながっていくことが多々あるんですよだから私は繰り返し繰り返し昔話をしたり 未来の夢の夢話をしたりねするわけなんですよで売上げが上がるもしくは売上げが上がらないどちらにしても私の中で体験は増えていくということになりますだから得なんですよね過ごしているだけでこれはみんな同じですもう皆さんね30年40年50歳60歳になると体験がその分増えていくでしょだからその資産価値っていうのはなくなってないんですよただ 自分の人生という体験の資産価値をどうマネタイズするかを学んでないだけなんですよ。だからそれをやれば、どこからでもお金持ちになります。生活保護の方だって私は稼がしてますからね。まあ、生活保護の方はね、特別な括りにするつもりはありませんけども、人間が生きてる以上、みんな稼げます。お金の問題解決できます。その方法をたまたま思いついてないだけなんですよ。だから思いつくためには、思いつくことが上手な人とタッグを組んでいく。つまりは、 どっかのアドバイスを受けるとかコンサルを受けるとか塾に入るっていう方法は一つの選択肢になると思いますねで,でもこういった方もいると思うんですよネットビジネス塾とかコンサルを受けたけども稼げませんでしたでも稼げなかったっていうアドバイスが体験がそこには生まれたんじゃないですか,だから何をやらかっていうその体験がですねこれコンテンツ発信になり共感を呼び新しい集客につながっていくんですよ アンガオ通貨を買って失敗しました下げられましたっていうような発信をねしていくと同じような体験を持った人が共感してくだすってファンになる可能性ができるでしょこれがだから自分の体験を資産化するやり方なんですよそれは売り上げにつなげていくことができるんですよね昔ね私もね100万円かけてマトリックスアフィレートっていうねそういった商材買ったんですよこれ完全に詐欺でした詐欺だったんだけどもマトリックスアフィレートっていうセミナーに出て そこの懇親会で出会った数名の方が同じように詐欺にあっちゃった久保さんって言って私に連絡をくれたんですよねで私の速課塾に入っていただきましたうんこれ何かっていうと私はすでに速課塾っていう塾を運営していてその上でアクセスを圧倒的に稼ぐ方法が知りたかったのでマトリックスアフィリエイトっていう詐欺商材をね詐欺と知らずに買ったんですよそうするとその場で私の速課塾っていうのはもうね知られてましたんで あ、速歌塾の久保さんだみたいなな感じになるわけですよつまり私は集客に成功したんですよその面ででもその詐欺にあったっていう体験がなければ多分私のコンテンツを買ってくださる方はいなかったと思うんですよそのマトリックスアフィレイトが偽物ではなくて本当にアクセスを集める集団だったら多分私の方にはね行かなかったと思うんですよでも詐欺られたという共通認識が久保さんなんか情報知りませんか久保さんなんとかお金を取り戻す方法を教えてくださいって感じで私の集客に結果的にはなったわけですよね でそういった体験を今ここで私が話していることによってあなるほど失敗も失敗じゃなくする方法があるんだっていうふうにあなたにお届けできた資産の一部をお伝えすることができたってことなんですよ、ね、まとめますと体験はなくならないんですよねそして逆も言えます体験がゼロでも実は価値を帯びるんですよ生まれたばかりの子供がいますよね何の体験もないですでも多くの人が喜んで世話をしてくれますよねそしてその子供を見ながら 将来をものすごく夢をね思い描くわけなんですよこのように全く体験がない子供ですら価値を世の中に提供することができるとなると実はね体験があろうがなかろうがどんなところからでもビジネスはやっていけるしお金は稼げるし恋愛も達成できるしすべての物欲を叶えることができるんですよたまたま今その方法が思いつかないだけで そのはしごをかける方法を知ってる人がいれば入れさえすればどっからでも逆転できるということですね、うんまあ。ということでね今回は以上なんですけども、まあ、言いたかったことはねどんな言葉がどん底から人を這い上がらせたかっていう私の体験なんですけども体験はなくならななくらいというねまさにそれなんですよだから私はお金がなくてやばかった時でもいつかこのエピソード自分が上り詰める時にネタに使えるよねって。 っていう風にまあ、消極的な取材をしていたということですかね自分の体験そのものがまさに今こうやってね話すネタになりあなるほどそういうところからでもなんとかなるんだっていうのね。そんな動機付けの一つになれば幸いでございますそれではお疲れ様です